びなかったところもありますが、でもこの曲、やってみるととっても楽しくなる、そんな曲です。それでは祭り花笠、見てください。Thank you.
いろいろなんですけれど、やっぱりそれぞれ一つ一つにいろんなことがあります。大きな太鼓と小さな太鼓あるんですけど、締め太鼓っていうね、こういうちっちゃな太鼓は、この曲全体をリードしていく、まあ、ペースメーカーみたいな役割を果たしています。今度の曲はこの締め太鼓と、それから大きな大手といいますけど、大手との掛け合いも入った曲でもあります。曲名はカイトといいます。空高く舞い上がるタコ、そんなイメージがこの曲から聞こえてくると嬉しいなと思います。それでは最後の曲となります、カイト、お聴きください。
曲を楽しみいただきました。ありがとうございます。